ガンユータ、レシピ、藤原宏の手によって新たな境地へ。ガンユータ、レシピ×藤原宏、奇跡の融合。ラビン一重引用浮遊、マッシュアップで音楽史に刻まれる。岸ユータさんのソロ曲、レシピがリリースされたとき、多くのファンがその新しい試みや音楽性に感動しました。彼のファーストソロ曲として、自ら作曲、編曲、ギター演奏までも手がけたこの楽曲は、 ファンににとってもも非常に特別な意味を持つものでしたファンの声には、岸さんの音楽的才能に対する驚きと喜びが込められており、特に、レシピが持つシンプルで美しいメロディー、そして歌詞の繊細さが大きな反響を呼びました。しかし、この曲が藤原博さんによってリミックスされたことで、新たな息吹が吹き込まれ、まさに、事件と呼べるほどの驚きが音楽界とファンの間で広がったのです。 藤原博さんは、音楽プロデューサーとしてだけでなく、ファッションやアートの分野でも高く評価されているカリスマ的存在です。彼のミニマルな音作りと独特の世界観は、常に新鮮でありながらも普遍的な魅力を持っています。その藤原さんが岸さんのレシピをリミックスしたとき、多くのファンが想像もしなかった夢のコラボが現実のものとなりました。特にミニー、リパートンの名曲、ラビン一重飲用不由、 とのマッシュアップは、音楽ファンにとってまさに奇跡的な組み合わせでした。藤原さんのリミックスによって、岸さんの柔らかくも力強いボーカルがさらに引き立てられ、レシピの新たな一面が開花しました。このリミックスの一つの特徴は、藤原博さんの持つ、時間を止めるような音楽の魔法です。レシピはもともとチルな雰囲気を持っていましたが、藤原さんの手によってさらにその要素が強調されました。特に ラビン一重引用浮遊との親和性が非常に高く、両曲の共鳴が生み出す空間は、まるで時間がゆっくりと流れるかのような感覚をリスナーに与えます。この、チルサーが、多くのファンにとって特に心地よく、朝のコーヒータイムやリラックスしたい瞬間にぴったりだという声が多く寄せられています。まさに、楽園にいるような感覚を覚えるという感想も見受けられました。リミックスによって、 岸優太さんの声がよりクリアで透明感のあるものに感じられ、彼の歌声の新しい側面が引き出されたという声も多くあります。ファンの一人は、岸くんの声がこんなにも繊細で美しいとは思わなかった、とコメントしており、藤原さんの手腕が岸さんの音楽的可能性をさらに広げたと評価しています。オリジナルのレシピでも十分に感動的でありましたが、このリミックスハマさにファンにとってもう一つの宝物となったのです。 また、このリミックスは単なる音楽的な試みだけでなく、岸優太さん自身にとっても大きな意味を持つものです。藤原博さんのような音楽界のレジェンドとコラボするということは、彼にとって大きなステップアップであり、音楽キャリアの新たなページを開く出来事といえます。ファンの中には、いつか藤原博さんにプロデュースしてもらえたら、という夢を抱いていた人も多く、このリミックスの実現はその夢が叶った瞬間でもあります。 レシピとラビン一重引用浮遊の融合は、世代を超えた音楽の魅力を体現しています。ラビン一重引用浮遊は1975年にリリースされた曲であり、当時からその独特の透明感と高音の美しさで多くのリスナーを魅了してきました。それから約半世紀が経過した今、岸さんの「レシピットのリミックス」という形で再び注目されることは、音楽の持つ普遍的な力を証明する出来事です。 さらに、このリミックスは単なるノスタルジアではなく、現代のリスナーに新しい形で響く作品となっており、音楽の新しい可能性を感じさせるものとなっています。このリミックスが公開された直後から、SNS 上では多くの反響が寄せられました。特に AX、旧 Twitter では、ファンたちが次々と感動の声を上げ、これはちょっとした事件、最高の名誉だ、といったコメントがあふれました。 リミックスを聞いたファンの中には、思わず何度もリピートしてしまうという人も多く、耳が心地よく、何度でも聞きたくなる身体が自然に揺れてしまうといった声が続々と寄せられています。このような反応からも、このリミックスがただのリメイクではなく、新たな芸術作品として多くの人々に深く響いていることがうかがえます。また、このリミックスがもたらした影響は、ファン層を超えて広がっています。 岸優太さんのファンだけでなく、藤原宏さんのファンや、ミニ、リパートンの、ラビン一重引用浮遊に思い入れのある世代まで、幅広いリスナーに届いているのです。あるリスナーは、ラビン一重引用浮遊は私がオーストラリアをバイクで一周していたときに聴いていた大切な曲と語り、その曲が岸さんのレシピと出会ったことに感動を覚えたとコメントしています。このように、個々のリスナーの人生に寄り添ってきた音楽が、 時を超えて新しい形で再び人々の心に響くという現象が、このリミックスの特別さをさらに際立たせています。さらに、藤原博さんのリミックスによって、岸優太さんの音楽が今後さらにどのように進化していくのか、ファンの期待も高まっています。今回のリミックスは、彼の音楽的探求心と新しい挑戦への意欲を象徴しており、これからも岸さんがどのような音楽を生み出していくのか、非常に楽しみです。 音楽プロデューサーとしての岸さんの成長はもちろんですが、彼がどのように自分の音楽の世界を広げ、さらに多くのリスナーに感動を与えていくのか、その未来は無限の可能性に満ちています。また、このリミックスの成功は、音楽業界全体に対しても新たな刺激を与えています。藤原弘さんのようなベテランと岸優太さんのような若い才能がコラボレーションすることによって、 世代を超えた音楽の力が証明されただけでなく、異なるジャンルやスタイルの音楽が互いに影響を与え合うことで、新しい価値が生まれるということを改めて感じさせてくれます。このようなコラボレーションは、今後の音楽シーンにおいても重要な役割を果たしていくことでしょう。な瞬間にぴったりの音楽です。多くのリスナーが日常の喧騒から離れて、この曲を聴くことで心の安らぎを感じ、癒しのひとときを過ごしているのは、 音楽がもたらす力の一端に過ぎません。このリミックスが持つ包み込むような優しさや穏やかな雰囲気はまるで温かい毛布に包まれているかのような安心感を与えてくれます。また岸優太さんのレシピが持つメッセージもこのリミックスを聞く上でさらに深く味わえる要素です。彼の歌詞には自己表現や自己発見に対する強い思いが込められておりそのメッセージはリスナーに新たな気づきを与えます。 藤原宏さんのリミックスを通じて、これまで気づかなかった歌詞のニュアンスや意味合いが浮かび上がり、より深くその内容を感じることができるようになります。例えば、レシピというタイトルが象徴するように、人生のレシピや自己の成長を表現する歌詞が、音楽の流れとともに一層鮮やかに響いてきます。ファンの中には、このリミックスを通じて自分自身と向き合う機会を得たと語る人も多いです。岸さんの音楽には、 常に彼自身の成長や試行錯誤が反映されており、その姿勢は多くのリスナーに勇気を与えています。今回のリミックスは、そのような岸さんの挑戦の精神をさらに強調するものであり、彼がどのようにして自己を高め、成長し続けているのかが感じられます。この点において、彼の音楽は単なるエンターテインメントを超えた、リスナーにとっての自己啓発的な役割を果たしていると言えるでしょう。 このリミックスはまた、音楽の再発見の力を示しています。すでにリリースされていた、レシピという曲が、藤原博さんの手によって全く新しい光を当てられ、異なる視点から聞くことができるようになったのです。これは音楽リミックスの魅力の一つであり、元の作品に新たな命を吹き込むことで、その価値をさらに高めることができます。藤原さんのリミックスによって、岸さんの レシピは単なるソロ曲から、音楽的に豊かな物語を持つ一つのアート作品へと進化したと言っても過言ではありません。音楽は時代や国境を越えて人々を結びつける力を持っています。このリミックスは、その力を改めて感じさせてくれる素晴らしい例です。岸優太さんという日本の若きアーティストが、藤原博さんという音楽業界の巨匠と手を組むことで、新たな文化的交差点が生まれました。 これによって生まれた作品は単に日本国内での評価にとどまらず世界中の音楽ファンにも届く可能性を秘めています特にラビン一重飲用富裕という世界的に愛されている楽曲とのマッシュアップが多くの国や文化で共感を呼んでいる点がその証拠となっています最後にこのリミックスは音楽が持つ癒しの力を再認識させてくれる作品でもあります 多くのリスナーが語っているように、このリミックスを聞くと自然にリラックスでき、心が解きほぐされるような感覚を味わうことができます。現代社会において、忙しい日常の中でふと立ち止まり、音楽に身を委ねて心を癒す時間は非常に貴重です。岸優太さんと藤原弘さんが共に生み出したこのレシピのリミックスは、そのよう、